皆さんこんにちは。こんにちは。レイナです。タカです。エイティブログです。タカは帽子かぶってないと印象全然変わるね。変わりましたね。皆さんわかりますか。嘘ですけど。今日は私の友達のエリさんと一緒に今日朝着物と浴衣に着替えて名古屋の有名な徳川園に来てます。イエーイ。徳川園で今なんかスペシャルキャンペーンで和傘が500円で借りれるから、可愛い着物と浴衣と和傘で写真を撮りたいと思います。はい、雰囲気めちゃくちゃいいよこの和傘。欲しい。持って帰りたい。襟はちなみに赤です。赤です。これ見て、すごいめちゃくちゃいい柄がある。なんかね、柄がかわいい。これだとね、涼しいよ、和傘すると。そうだね、なんか意外と気のせいかはわかんないけど。うっさ、うわ、気をつけないと和傘が壊れて私は何十万円払わなきゃいけない。怖い。エリが自撮りのプロフェッショナルだよ。なんかいくつかのスポットでエリーが私の写真を撮ってくれて、まあモデルするのも大変だし、もちろん写真を撮るのもめっちゃ大変で、暑い真夏で。そうだね、プロフェッショナルだからそういうことに慣れてます。今まで撮った写真はこちらです。して写真を撮っていつの間にか2時になっちゃって、エリさんがお腹空いてるって言ってるから、徳川園に可愛らしいカフェがあって、それにぜひ一回行ってみたい。冷たいもの、とにかく冷たいものを飲んで、なんかちょっとゆっくりしましょう。七夕を見つけたからやりましょう。そう、やりたい。何をお願いしようね。もういっぱいお願いがいっぱいついてる。私はちなみに日本語書けませんので、英語で書くよ。何を書こうかな。何をお願いしようかな。皆さん、なんかお願いがある。 I wish that the world was endBusiness succeeds. コロナウイルスが早く終わって、私のツーリズムのビジネスが成功することを願ってる今年の七夕のお願いです。いや、いかんだけど。頑張れ。西だよね。ここで、いいんでしょ。徳川園の入り口にすぐ隣にあるカフェの入り口です。入りましょう。はい。
のカフェの雰囲気がめちゃくちゃいい紅茶にしました。で、びっくりしたのがここのストローは紙のストローになってる。喫茶店で飲んで、今からちょっと20分歩いて抹茶のスイーツ売ってるお店に行こうと思ってます。ゲタで散歩で使う、ゲタで散歩はちょっとあんまり良くないけどね疲れた疲れた。でも着きました。着きました。これだよ。ゲットした。めっちゃ美味しそう。さあ、どんな味にするかな。いきます。おお、めっちゃ柔らかい。うん、美味しい。薄い味、薄い味、滑らか。これで今日のビデオ終わりにします。終わりにします。今日は楽しかったね。またやろう。遊びに行こう、はい、この動画が楽しかったならいいねボタン、高評価お願いします。あとはチャンネル登録まだしてない人はチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ、はい、また次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。